今ここはサラマンカ大学の正門前です。すごいレリーフですけれども、ここから大聖堂に向かって歩いていこうと思っています。このサラマンカ大学の内部はミュージアムになっていて、古い教室を見ることができます。ちゃんと日本語の翻訳の音声ガイドもありますので、安心してご覧になれます。もうこの辺り一帯すべてサラマンカ大学です。今でも使っている学部もあるし、もう外側の新しいところに移っている学部もあります。ここを曲がると、ほら、大聖堂の新しい塔がバンと目の前に来ます。めちゃくちゃ近いんです。ここまで1分。もうこじんまりと、すべてがこじんまりとしているので、サラマンカはとてもいい感じです。もう大聖堂に着きます。もうすぐ。とりあえず大聖堂の正面側に行くまでカメラを回そうと思います。ちょうど今まだ朝9時過ぎで、人通りもほとんどないので、正面に見えるのが、正面の奥の方に見えるのがマジョール広場です。大聖堂とマジョール広場の間の道はカジェルアだったかなという名前で、まあ一応お土産ゲーモナーさんがたくさんあるメインストリートです。あ、お日様が、あ、眩しい眩しい眩しいって感じです。こっちが東ってことですね。今ぐるっと回って大聖堂の正面側に移動しているんですけれど、あ、ちょっと、こっちが反対、大聖堂の向かいにあるアナヤ宮殿という宮殿で、おい、ダメだ。これはどっかの学部の校舎です。こっちの方もです。全部が入るかどうか、どうだどうだどうだ。ちょっと、うー、難しい。はい、こんな感じです。ちょっと無理なんですけど、右側に警察がいるのでやめときます。ではでは。